おはようございます、今日はですね、チャレンジしたいのにチャレンジできない理由というお話をしたいなというふうに思ってます。で、そういう人ね、結構多いんじゃないかなって思ったりするんですけども、いろんな理由はあるとはいえ、一番大きな理由っていうのは完璧主義に陥ってるんじゃないかなというところです。はい。今日の動画ね、見ていただけると、ちょっとチャレンジのハードルが下がるんじゃないかなと思いますんで、今そうやって悩んでる方もしいらっしゃればですね、最後までぜひ、ご覧いただけると嬉しいです。で、例えば、俳優になりたいとしますよね。で、そこでなんかわかんないけど、僕が俳優になりたいと思った時に、小栗旬みたいになりたいとかと思ったとしますよね。そこで、このチャレンジできないタイプの人っていうのは大きく2つあって、1つは、いきなり小栗旬と比較しちゃって、なんていうのかな、もうこれちょっとさすがに無理だねって思っていきなり諦めるっていうパターンですね。もうだから全くやらずにいきなりその理想像、小栗旬と比べて、もう無理だなってことで諦めちゃうっていうね、パターンが1つの。でもう1つは、じゃあ小栗旬みたいになるためにどうすればいいかってことをずっと調べてる人ですね。ずっと情報収集してる人がいます。で、このタイプはですね、ある意味ですね、最初のタイプよりも、やってるからですね、情報収集してるからちょっとチャレンジに近いような気がしますけども、実はこっちの方が、タッチが悪いというか、すごく大変です。なぜならいかに小栗旬がすごいかってことがね、余計に分かっちゃいますね。情報収集すればするほど、小栗旬になれる確率が具体的に見えてきたりとか、そこまでのステップとか、そこまでに重なった偶然とかも含めていろんなものが見えてきて、そんなん無理じゃねっていう、どんどん不安になってきますよね。どんどんチャレンジのハードルが上がってしまうっていうのがこの情報収集タイプかなというふうに思ってます。情報収集すればするほどですね、やっぱりその難しさって分かってくるからですね、現状の自分からすると、いきなり小栗旬っていうのを置いちゃうと、それ無理だねって、結局1のパターンと同じような結末をたどるんだけども、その情報収集ずっとしてる分、余計にロジカルに、無理ってことが分かっちゃうと、これね、結構チャレンジしない癖がついちゃうので、危ないなというふうに思ってます。で、情報収集すること自体はね、すごく重要なことで、チャレンジした後もですね、チャレンジというか、始めた後もですね、情報がないと無駄な努力をしちゃう可能性があるので、情報収集というのは絶対大事だと思うんですけども、情報収集だけをしてやらないパターンっていうのが、結構、今スマホとかあるからずっと調べやすいですから、調べがちかなというふうに思ったりします。で、じゃあ何すればいいのっていうところで言うと、よく言われるんですけども、とりあえずやれっていうことになっちゃうと。じゃあとりあえずやれとか言っても、そんな無理だよと思う人たくさんいますよね。で、僕がおすすめしたいのは、そのとりあえずって何がとりあえずなのかっていうと、自分のやりたい部分からやれっていうことだと思うんですよ。これだったら楽しそうだなって思うとこからやるとか、いうのでいいかなというふうに思ってます。で、具体的には、じゃあ僕の例でいくと、今こうやって YouTube やってるのもやりたいところからやっています。わかんないですけど、理想像としてはですよ、自分が思っていることを話して、それを、視聴してくれる方がたくさんいて、その中の誰かと何かこうなんだろうな、それから議論に発展していくとか、そこから何か新しい、プロジェクトが生まれたりとかっていう、そのきっかけになれば面白いなと思って、こうやって話してたりするんですが、じゃあ今の僕の YouTube チャンネルをちゃんと見ていただければ分かるんですけども、登録者数、チャンネル登録者数なんてもうほんと10人弱とか、あと再生回数とかもう1回の動画で、10回とか、そんなんですよね。それでそんなこと起こりますか？起こりませんよねってことなんですよ。起こらないんですよ、実際起こらない。じゃあ僕がその理想像を掲げてチャンネル登録者数何十万人でとかって、もし頭の中にあったとしても、もしそこばっか見てて完璧主義になっちゃうと、こんな動画毎日撮れないんですよ。なんで撮れてるかっていうところなんですね。なんでこれを続けれてるかっていうと、その手前に、そのいわゆるそのさっき言ったことが達成されている手前に、まず自分の考えを言葉にする練習になっているとか、なんて言うんですか、単純に喋る練習になっているっていうところの、この訓練になってるんですね、これ自体が。僕はそのノートっていうサービスで、ずっと文字にしてね、自分の考えを書くってことはやってきているんですけども、喋るっていうのがどうしてもちょっとこう
苦手というか、人が喋ってくれて、それに質問したりとかっていうのは好きなんだけども、自分から自分のことを話すっていうのは結構苦手だったりするので、この YouTube を使って練習してるみたいなところもあります。でこれをやってると、やってるのはだからそれがやってみたいというか伸ばしてみたい自分のその力をですね。でそれがあって初めて、じゃあどう、したら、いろんな人に見てもらえるだろうかとかいわゆるマーケティング的な話を、考えていけばいいのかなと思ってます。なぜならこれをお金にしないと生きていけないとかいう状況ではないですから、そんな何必死にそこマーケティングまで考えなきゃいけないという状況じゃないっていうのもあるんですけども、順番としては自分のまずやってみたいなと思ったところ、喋れるようになりたいなとかいう、自分がやってみたい、やってて楽しいかどうかちょっと話しても、やってみたいなと思ってることからやってるだけなんですよね。本来、完璧なその理想の YouTuber みたいなところを目指すんであれば、マーケティングを今一生懸命やらないといけないし、喋るテーマも、ニーズがあるテーマっていうのをすごく考えないといけないし、他のチャンネルをリサーチして、差別化していかないといけないとか、こういうのがバズってるんだなとかって情報を取らないといけないと思うんですけど、僕は別に今伸ばしたいわけじゃないし、どっちかって伸ばしたいわけじゃないって言ったら変ですけども、その今急いで伸ばしたいわけではないので、今本当にしたいことはそんなことではなくて、喋る練習がしたい、喋りが上手になりたい、自分の考えをもっと上手に話せるようになりたい、自分の考えを言葉にできるようになりたいっていうところでやってるので、すでに目的が達成されている、常に目的が達成されちゃってる状態になるという、そういうチャレンジの仕方が僕はいいかなというふうに思っています。なので僕はこうやってね喋っていく中で、今日なんか今なんかもう全然話まとまってなくて聞きづらいと思うんですけども、これをね1年とか続けていくうちにどんどんこう喋りがねブラッシュアップされていくんじゃないかとかね、その時に、今結構喋れてると思うからもうちょっといろんな人に聞いてほしいなと思った時に、マーケティング的なことも考えていくみたいな順番でいいのかなと僕は思っています。でチャレンジができない人っていうのはさっき言ったみたいに、マーケティングもやらなきゃいけない、やっぱどうせやるからにはいいコンテンツをやらなきゃいけない、喋りも上手じゃなきゃいけないとかで全部を一気に求めちゃうから、チャレンジできなくなっちゃうんじゃないかなというふうに思ってるんですね。はい、なのでぜひちょっとねやってみたいとこからやればいいというのが、実はチャレンジの本質かなと思ってます。でさらにじゃあそんなんで、達成できるんですかあなたの目標はって言われると、できるかどうか分かりませんっていうのが、答えです。でも僕からすると今この瞬間も、自分が喋れるようになればいいなと思ってやってることですから、無駄なんてないんですよね。例えばこれで喋って来月辞めてしまったとしても、じゃあそれまで喋ったことっていうのは無駄じゃないですよね。練習になってるんで、それって全然意味がある。逆にいきなりマーケティングの方頑張ってたとしても、じゃあマーケティングのためにやったこととか、そのために調べたリサーチした情報とかって無駄じゃないですよね。それを生かして、次のチャレンジに持っていけますよね。はい、なのでチャレンジっていうのは失敗しても全然 OK で、どっちかというとそのチャレンジしている最中さえもそのちゃんと自分の、血や肉になっていくのか、自分にねちゃんと身についていくのかってことの方が重要だから、チャレンジ癖がつけば、途中で頓挫するチャレンジがたくさんあったとしても、そこで経験したことを全部次のチャレンジに持っていけるってことが一番、チャレンジのねいいところかなと思いますんで、なんかね達成することばっかりに重きを置きすぎて何にも踏み出せなくなっちゃうっていうのは結局何も身につきませんから、もう大変ねこれからも生きていく上でね大変になっちゃうんじゃないかなと思いますんで、チャレンジ癖をねつけていくってことがすごく大事かなというふうに思います。でそのチャレンジ癖をつけるためにも、小さな一歩を踏み出す、その小さな一歩は 何か、やりたいところをとりあえずやるですね。はい、全然そこだけやってても達成されないよねってことでもいいんですよ。まず一歩はそこからやって、それやっていくうちに、ステップアップするためにはこれいるよねっておのずとなってくるので、おのずとなってきますので、いきなり完璧を目指すんじゃなくて小さな一歩からやってみるというのが、チャレンジのコツかなというふうに思います。なのでチャレンジできない、したいんだけどもできない人というのは、ぜひ、これをね参考にしていただいて、やりたいところからやってみる、つまみ食いでいいんでやりたいところをやってみるという感じで、いきなり小栗旬をね目指さないように、していただければいいかなというふうに思います。本日は以上です。さよなら。